い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回は提督の決断法バープキット続きをプレイしていきたいと思います。で前回ですね、カリブ海の激戦を制したので今回はその続きになるんですが、まずはスパイをねしっかり送り込んでおきましょう。進軍ルートについでにね、ヨーロッパ方面にもお金に余裕があるのでスパイをガリガリ送っておきましょう。で艦隊の方はね、今再編を済ませました。カリブ海に入っているのが、第1と第10の両艦隊なんですね。で、ドックに入れているのが西海岸に2個艦隊いるんですが、修理終わっている第5艦隊に関してはこの後カリブ海に移動させます。ついに誘導魚雷、追尾魚雷ですね。これが開発可能か。14週間かかるはかかるんだな。で22の艦上戦闘機も完成してますね。そしたらもう今お金に余裕があるんでね、ガリガリ開発だけ済ませていっちゃいましょう。もちろん誘導魚雷も。物資援助は鉄を支援しときますか。もうアルミはね今上げる余裕もないんで。本当はね、戦略爆撃機とかも作ってイギリスを弱体化させたいんですが、今その余裕もないしね。さあ、じゃあバミューダ沖にいよいよ艦隊を進めますか。第5艦隊にはそしたら第11艦隊から潜水艦を2隻増強しましょう。この上でだ、第5、第7、第10艦隊を投入していきます。おそらくこのバミューダがアメリカ軍との最終大決戦になるんじゃないかな。でそれなりにね、新しく建造していた艦隊というか船も出来上がりつつあるので、一旦ここでまとめて第14艦隊として、アフリカ方面に派遣しちゃいましょう。
で、その上でね、うまい具合に艦隊を再編していきましょうか。さ、バミューダだな。ちょっと提督の数が足りてないっていうのがね、この艦隊の弱みにはなっちゃうんですが、このバミューダでね、もう決着をつけましょう。さあ、近くにいるぞ。揚陸艦が近くにいたってことは、近くに敵の艦隊もいますね。大艦隊だな。まずは敵の航空基地に航空隊が出ちゃってるんで、この後の第2撃をいかに早く敵の艦隊に叩けるかですね。まあ、潜水艦の消耗はいいんで、敵の空母ですね、空母。夜になってどんだけ敵艦を取り逃がすかだな。敵の艦隊は一度この海域をバミューダを離れますね、おそらく。となると東海岸、アメリカの東海岸での最終決戦かな。しきりにね、索敵機飛ばしてますけど、そうですね、味方は潜水艦が
五隻に正規空母が一隻中破か。で敵の方は空母取り逃がしてるね。敵がね、戦力回復する前にここはもう一気にアメリカを降伏に追い込みたいので、あんまりね時間を置かずに、艦隊を動かしたいけどな。今カリブ海まで後続の艦隊が来てるでいいよね。なので一旦だけちょっと待ちましょう。ただその間何もしないのもあれなので、しっかりと消耗した航空隊の補充ですね、これをやっておきます。で敵の艦隊はどこに逃れたの？カナリア沖に逃れたんだ。どうする？カナリア沖に敵の艦隊を壊滅させに行く、まあ、アメリカ東海岸攻略できればそれで終わっちゃうんですけどね。まあでもどうせならやっぱりね、アメリカ軍と最終決戦をした上で干渉したいからな。アメリカ軍をね叩き潰したっていうね感じにしたいんで、無駄な作戦行動にはなりますけど、ここはカナリア沖に行ってアメリカ海軍を壊滅させるか。とかやってるとね、思わぬ大しっぺ返しで味方の艦隊がボコボコにされるっていう可能性もあるんですけど、まあ、ここはねでも皆さんも見たいんじゃないですか、アメリカ海軍機動部隊を徹底的に叩くところをね。なので今カリブ海に入ってきている後続の艦隊と合流したらカナリア沖にアメリカ海軍を追っていきましょう。でもアメリカ軍もね東海岸に逃げずにカナリアに逃げるっていう動きがちょっとよく分かんないですよね。どう考えても東海岸に入ってドックでね少しでも傷ついた艦艇を修理した方が戦いやすいんじゃないかななんて思っちゃうんですけど、イギリス軍がねきっとだいぶ回復してきてますね。何もしてないからね最近イギリスに対しては。さてじゃあ艦隊を少し見直しますか。まずは第一艦隊をちょっと再編しましょう。第十艦隊にいる正規空母をね外しながらっていう。代わりに装甲空母を増強して第一艦隊で第五艦隊の方には
第8艦隊の方から防空艦を1隻入れましょう。防空艦が1隻しかいないですからね、第5艦隊。さらに、巡洋艦を1隻増強します。じゃあこれで第5艦隊も編成終了で、第7艦隊の方はもうそもそも編成済みですね。ただ二次型の装甲空母が傷ついてるんで、これ第10艦隊のものと入れ替えますか。一隻たりとも失いたくない。ちなみに提督はもう誰も乗せられないでいいんだよね。小沢さん乗せられるじゃん。小沢さん乗せよ。原は乗せたよね、原さんね。あ、何何、しかも第5艦隊ってそういうこと？空母が3隻しかいないんだ。だったらなおのこと空母をちょっと増強しましょうか。で第10艦隊はちょっと小波止まりですけど、一旦そしたらここに留め置いておいて東海岸でドック入りにさせますか。で第11艦隊と第8艦隊はガッチャンコしちゃいましょう。でカナリア沖にアメリカ海軍を追っていこう。カナリア沖にいるでいいんだよね。お、カナリア沖から動いてるな。アメリカ軍どこに動いた？いや、アメリカ軍の動きが分かんなくなったね。完全に見失ったな。うわ、ジブラルタルにもめちゃくちゃ艦隊入ってるな。もう完全にイギリス軍は、艦隊を再編し終わりましたね。アメリカ軍はスペイン沖まで撤退してるのか。これを追っていくっていうのはちょっとバカバカしいな、さすがに。となると、じゃあアメリカ軍にとどめを刺しますか。だってスペイン沖からどういう動きをするのか。ああ、そういうこと。スペイン沖を通ってアイルランドを通って東海岸か。まあ、それが現実的だな。よし、じゃあ待ってやろうじゃないか、アメリカ軍の動きを。本当に動きが合ってるかどうか確認しますか。そしたら、予定ではアイルランド沖にいるはずなんだよね。
いるね、アメリカ海軍。じゃあこれをついに撃破だな。東海岸に進攻しましょう。なんであんな遠回りしたんでしょうね。バミューダから東海岸にそのまま行けばいいの。わざわざアイルランドを回って、アメリカ海軍は戻っていきましたけど、何、航空戦艦は空母扱いになってんの？ではついにアメリカ軍との死闘にケリをつけましょうか。でこのあとね、アメリカ軍を蹴散らした後はイギリス軍を相手にしていかなきゃいけないんで、ちょっと艦載機の見直しをしておきましょう。アフリカ方面の方の艦載機の見直しですね。まあもう入っているのはあえて変えなくてもいいけど、足りてないところはしっかり増強しましょう。で虹2のね、爆撃機がすり減ってきたと段階で虹4に全部乗せ替えましょうか。で、しまった、第10艦隊を入れちゃったんだな。しょうがない、一旦艦隊戻すか。出撃してすぐに撤退させましょう。ちょっと1回分アメリカ海軍に復活のチャンスを与えちゃいますけど、しょうがないね。これは僕の間違い、ミスなんで。そうか、この後はだからアメリカ軍を叩いたとイギリスとの全面対決になるけど、その時にちょっと艦隊の数が足りないかもしれないな。それだけね、イギリス軍回復してますからね。さあ、じゃあ今度こそバミューダ沖に
バミューダ沖からですね、第5と第7を送り込まなきゃいけなかったんですね。それを間違って第10艦隊を送っちゃったんで、というかその第7艦隊を送り忘れかな、完全な。もうスパイによってね、敵の航空基地の場所は分かってるんで、あとは敵の艦隊なんですよね。敵の艦隊も発見してる？発見してるね。アメリカ海軍空母との最終決戦だからな、これが。足の速い駆逐艦も誘導弾があれば沈められますね。アメリカ海軍を文字通り壊滅させる最後のチャンスだな。敵は潜水艦もいるわけだな。どこにいるかだな。潜水艦とはね、戦いたくないからな。潜水艦いるね。でも、あ、潜水艦沈めた。よしよし。雪がちらついているこの時期、雪でも一応さすがに全天候型だけあっていけるんだな。さあ、あとは敵の艦隊を壊滅させるだけだぞ。いや、本来
世界大戦中に日本がやられたことを今まさにやり返してる感じなんだろうな、この大空母部隊で、うん、敵のね艦隊をこう袋叩きにしてますけど今。アメリカ海軍を完全に叩き潰しましたね。第5、第6、第7艦隊壊滅、味方の損傷はゼロ。ついにアメリカが降伏ということになりましたね。あとはイギリスだけだな。さあこれで一気にねお金は増えましたね。アルミも少し増えたのかな、この感じだとね。はい、というわけで今回アメリカ軍ついに降伏させることができたので、あとはもうヨーロッパ、イギリスを叩いていきましょうということで、今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。